実はみんなですね、探してるんですね。じゃあその探す時間っていうのを減らせれたら、それは大きな時間管理になりますよね。時間を管理することを手放せば、時間に管理されることがなくなるっていう3つの方法をあなたにお伝えします。管理しなくていいように見える顔する、今持っているものを捨てる、自分以外の人に任せる、ここでマニュアルの見える化っていうことに気がついたんです。明確な目標を見える化する、数値の見える化っていうことをしっかりしてほしいんです。捨てるという選択をしない限り、あなたはそれが気になって進むべき道には進みにくいんですね。一番大事なことっていうのは、先生が思う一番大事なことっていうのを一番大事にするっていうことなんですよね。自分の主観意味の目標につながってないものであれば、捨てる必要があるってことなんです。任せれば1日24時間っていう時間は平等っていうのは実は嘘なんですね。スタッフもできるところは減らして、スタッフのできない院長しかできないところの第二領域を増やすことで、より良い主観員を作ることができるということなんですね。それが先生が次のステージ、あなたの主観員が次のステージに行く方法なんですね。時間管理っていうのをマスターすればですね、あなたの主観員も、成功した、主観員経営っていうのができます。ぜひこのセミナーをご覧ください。